はい。ということでね、伝説の、酒、幻のね、お酒と言われたホイスの原液をですね、なんと入手いたしましてですね、まあ、とあるルートからですね、購入したんですが、まあ、値段がですね、これ 1.8 リットル入ってるんですが、2000円で購入いたしました。ここに、まあ、元祖ハイボールの素と書いてあって、で、こちらですね、製造者が有限会社 GTU、東京都の港区にある会社ですね。品名か、ホイス、かっこ清涼飲料水と書いてあって、原材料名が、ワインと砂糖と塩と酸味料と香料と保存料と、調味料と着色料となっております。ではですね、こちらの方にね、配合表、調合法が載ってます。こちら、ホイスを4対、リカーを6、炭酸を10となっております。蒸気すべてを冷やしてから調合をくださいと書いてあります。ね。では、早速ですね、お待ちかね、皆さん飲んでいきたいと思います。4夜から、40cc ぐらいか。4やろ。4対、まあいいや、80cc ぐらいいいや。80cc 入れて、で、焼酎を、25度の焼酎ですね。焼酎を、80やか120入れて、で、炭酸が炭酸あれだな、炭酸抜けてるよし、まあ、きっちり結局入りきらない。まあいいでしょう。それじゃあいただきます。カイサワビシグラスで乾杯。あ、なんやろ、なんかね、あのウイスキーのハイボールっぽい味はする。うん、でも実際これ自体は多分、あれ、ワインとか使ってるって書いてあるから、あれなんだね、アルコール度数は多分ないと思う。まあ、入ってるのかもしれないけど、度数の記載がないから、入ってるのかどうかはちょっとわかんないですね。うん。なんか、せやな。ちょっとほんのり甘い。ほんのり甘い。うん。ほんのり甘く。で、なんか、そうですね、ウイスキーの、そうですね、安ウイスキーかな。ブラックニッカクリアとかを、で、ハイボールを作ったときに、なんか、似てる。そんな感じの風味がするね。うん。うん。どことなく、やっぱり、それに近い。もともとホイスっていうのが、まあ、ハイボール、ウイスキーのハイボールが飲めなかった庶民のためのお酒っていうことなんで。まあ、いわゆる代用品みたいなもんですね。結局ね。代用品やから。
でもそんなにね、なんか伝説の酒でうまいみたいなこと言うけど、いやうん、別にっていう感じはするけどね、個人的に。うん。普通にウイスキーのハイボールの方が多分美味しい。まあ当然ね、焼酎使ってるから、うん。まあ天馬の梅ともやっぱちょっと違うんだよね。天馬の梅よかはこっちの方が甘いですね。うん。天馬の梅を使ったいわゆる下町ハイボールより、こっちの方がウイスキーよりの味っていうのかな。ウイスキー寄りの味。ちょっとなんか、とあるルートから入手したんで、なんか汚い。なんか、ちょっと、変な、ゴミがついてる。ペットボトル自体に。いやー。まあね、まさかでも手に入ると思わなかったんで、ね、うん。まあちょっとね、どこで手に入れたかっていうのはまあ、ちょっとこれ企業秘密です。秘密なんで。まあ、手に入れたい方は、そうっすね。居酒屋とかに売ってるん、いや、売ってはいないんだけど、これって結局、手に入らないんですよ。商売店とかで売ってなくて、店、居酒屋とかにしか卸してないらしいんですよね。なんで、一般人が購入するのは困難なんです。うん。が、まあ、ホイスが飲める居酒屋で交渉してみたらどうでしょうか。ね、僕もね、まあ、これ言っちゃいますけど、ホイスが飲める店でですね、交渉して入手したんですけども、はい。もう言っちゃったよって。言っちゃったよ。言っちゃったよ、みたいな。言っちゃったよ。これもちょっとあれやねんな。ちょっとレモン入れたりすると、本当にウイスキーハイボールに非常に近い味になんかなりそうやね。まあ、感覚的には、焼酎だからちょっと、あれなのかな。ウイスキーよか、ほんのり、まあ、甘いっていうのと、やっぱり、まあ、庶民の、ウイスキーが買えなかった、高級だった頃の、まあ話ですから。当時高級だったね。うん。うん。まあでも、そんなに幻って言われるほど別にうまいかって言われると、うんってなるよね。うん。当然が当然、ウイスキーの方がぶっちゃけて言うとうまい。ウイスキーのハイボールの方が個人的に美味しいとは思いますね。角瓶のハイボールとかの方が。角ハイボールとかの方がうまいとは思うんだけど、ただ、まあ風味が、角ハイボールとかに比べると明らかにないんで、風味が弱い。もっと
普通のウイスキーのハイボールとかだと、まあ、特に角ハイボールとかだと、もっとあの、風味があるんですよね。香りとかね。あるんですけど、まあ、このホイスに至っては、まあ、そんなにないっていうか、あんまりっていうか、ないはない。うん。ですね。あ、そうそう。このホイス自体をそのまま飲むとどうなるかっていうこと。ちょっと飲んでみます。どんな味がするのかっていう。ね。まあ、割った時とはまたちょっと違ってくると思う。乾杯。これでいただきます。なんか、酸っぱい。ちょっと酸っぱい。酸っぱい。うん。で、なんか風味があるけど、風味があるけど、なんか若干すぎて、全然その、なんか風味あるんやけど、なんて言い表したらいいのかわかんないけど、何かはあるけど、それはほとんどないですね。そんな、ほとんど風味もないです。うん。このまま飲んだ感じだと、全然、うん。ただ酸っぱい。うん。ちょこっと酸っぱい。なんかレモン汁かなんか。なんか、レモン汁を水で2では、あの、1対1で割ったような味すんね。だからハイボールにすると、あれ、だいぶ風味違うなっていうのはあるね。そのまま飲んだ時と、そのまま飲んだ時、ただ酸っぱいだけだったんだけど、これで飲むと、なんやろ、鼻開くね。鼻開くっていうか、うん。風味が、ぶわっと出てくるというか。うん。そんな感じがします。さすが。さすがホイス。いや、でもね、これは、まあでもホイス飲みたいって人は、まあ普通にさ、居酒屋売ってっからさ、東京の居酒屋でさ、売ってっからそれ飲んで、まあどうしても欲しいっていう人がいるんだったら、まあ俺もどうしても欲しかったんで買ったんですけど、まあ動画のネタになると思ってね。どうしてもね、欲しかったんで、ちょっとね、あの、交渉して、なんとか手に入れました。まあどうしても欲しい人は、うん。東京の下町でどうしても欲しいと、で、一つその時にポイントなんですが、あの、小声で言った方がいいです。あの、他のお客さんに聞かれると、いわゆるバレると結構まずいということを言われましたんで、ちょっと店員さん、ちょっと店員さん、ちょっとここだけの話なんだけど、みたいなことを言った方が、多分いいです。うん、いや、でも俺、4000円近く使ったからね。でもこれ入れると6000円使ったのか。6000円近く使いましたね。その居酒屋でね。これが2000円でしょ？で、あの、立ち飲み居酒屋だったんだけど、3700円くらい使ったもんね。あ、めっちゃ飲んでさ、何杯飲んだっけな、あれな。
いや、でも、あの、串がうまかったね。あの、軟骨とかもうまかったね。あとね、あの、俺がおすすめするのは、やっぱり、頭っすね。うん、黒頭とかね。すげえ、頭大好きなんですよ、俺。頭ね。うん。頭が大好きで、本当に。うん。まあ、いいや。この程度で、このぐらいにしときましょうか。とりあえずね。頭大好きなんだけど、あの串のね、結構噛み応えのある。ねえ、あれ頭がね、俺大好きで。風味、甘みっていうか。香りもそんなにないしな。まあ、おすすめするかっつうと別に買いでもねえ、って感じはしますね。2223です。ご視聴ありがとうございました。